こちらね、ホーチミンのサンソニアット空港になっております。今日はね、ハノイの方に出張で行かなければならなくてですね、こちらの空港の方まで来ております。合計5日間ですかね、ハノイの出張となっております。ちょっとね、チェックイン時間がね、結構ギリギリなんです。急いで行きましょう。はい、今チェックインの方終わりましたので上がっていきましょう。はい、今荷物検査も終わりましてね、こちらの方到着しました。ハノイに行くのはね、3年ぶりぐらいになります。久しぶりにハノイに行くのでね、ちょっと楽しみではあるんですけれども、このままね、搭乗時間まで待ちましょう。ここで昼飯食べます。もう2時です。飛行機が遅れました。ごちそうさまでした。暑いハノイ、38度。今チェックインしました。これから部屋の方に行きましょう。来ました、ホテル。暑いです、ハノイ。すごいムシムシしてますね。こちらね、あのスーパーホテルですね。名前は聞いてたんですけど、あのチェックインの時に社名を見てね、気がつきました。これ日本のスーパーホテルの系列ですね。ここです。会社の人にね、撮ってもらったんでね、よくわからないんですが、バスタブ付きっていうのがいいですね。うん、ここで1泊150万ドルになります。4日ぐらいね、4日間か滞在する予定です。ここね、いいのはね、大浴場とあとサウナがあるのでね、最高です。とりあえずね、寝ます。レンタルバイクでね、ちょっとハノイ市内夜をね、走りたかったんですけど、もうバイク屋さんが閉まってたのでね、グラブで行きます。暑いハノイ、この時間でも暑い。7時半ですね。来ましょう。着きました。ホアンキム。夜のホアンキムに来るには初めてですね。ホテルからね、どのぐらいかな、15分弱ぐらいかな、かったかもしれないですね。意外と遠かったですけどね。結構ね、今の時間帯でもね、暑いんですけど、皆さんこうやって周りね、歩かれてますよね。運動するにはでも持ってこいかもしれないですね。一周するのにだいたいね、40分から45分ぐらいでゆっくり歩いても回れるみたいなんですけど、いいですね。こうやって川沿いに座ってこの湖を眺めるっていうのはね、ちょっとね、周りをね、どんな感じかね、歩いてみたいと思います。なんか今日催し物みたいなの向こうでやってますね。まあ、ハノイに久しぶりに来て
まあ今日ね着いてそこまで日は経ってないんであれなんですけど、やっぱりね街全体がちょっとこう古い感じをしますよね。いい意味でのまあ古さですね。なんかこう、まあ、懐かしいというか、すごい綺麗、古いんだけどこう綺麗、趣がありますね。はい、あと今ね、あのベトナムではね、あれ仏教のお祭りなのかな、1年に1回の祭りで、非常にね街も賑やかですね。今スタッフの、ね、方にお話を聞いたら、例太鼓という昔の、まあ、将軍ですか、ね、王様がいてですね、その方を、ね、祝う、ね、セレブレーションみたいです。1年に1回とかではなくて、本当にもう50年に1回なので、たまたまね今日がそのセレブレーションの日みたいでして、皆さん盛り上がっております。ただ私はちょっとね行きます。だから一つ一つの建物がねかっこいい。ハノイは趣があります。かっこいいなこの飾り、家でやろうかなこれ。あ、おそらくここでまたなんかありますね、この祝い事がね。これたまにあの回転するお店のね前とかでね、このドラゴンですかね、舞をねやるのを見たことありますけれども、ちょっと見ようかな。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、あそこのねなんかあの殿っていうんですか、お城、ちょっとしたお城みたいな、あのオレンジ色にね光ってますけど、あれもすごいかっこいいですよ。もう本当に湖にこうぶわーって浮き上がってね、ホーチミンにはないですね、ああいうのはね。ちょっとね始まらなさそうなんでね、前に進みましょう。ここの立派な建物のレストランですね、アプリコットホテル、ホアンキムの目の前にあります。いいホテルなんでしょうな。ここ今日はこうやってバイクが入れないようになってるんですけど、いつもこのホアンキムはここはバイクは入れないんですかね、もしくは今日のあのお祝い事があるから入れないのかしら。これはかっこいいぞ、この建物は。非常にあの建物綺麗ですね。ちょっとあの見えにくいですけどね、もう川沿いにね皆さんこう座ってね、思い思い時間を過ごしてますね。暑いけどね気持ちいいですね、風がこう吹いてきますから。なんだろう、こうお盆ですね、うん、気候はねお盆でございます。皆さんこういう建物の向こう側の方も古いんですけど、こう綺麗というかね、立派な建物ですね。こういうところがホーチミンにもあったらね、意外とこう夜来て歩くかもしれないですよね。こういう皆さんが集まる場所っていうと、ホーチミンだとどこですかね、グインフェとかあの大通りになるのかな。私もここねちょっと歩いたことあってね、昼かな、もう何年前、8年9年前かな、来た時にね歩きましたけど、その時も非常に、まあ、9月とか10月だっても非常にね気持ちよかったんですが、やっぱ今日はあの催し物あるから、あのこうやってね通れなくしてるのかな、警察の人もこう出てますもんね。このクソ暑い中で、あ失礼しました、この暑い中でダンスされてますね皆さん、おばさま方皆さん頑張ってダンスしております。誰も先生いないからカオス状態になってます皆さん。このなんかあの旗がいいな、赤い、かっこいいな。
ここもあれですね、なんか演奏があるみたい。なんか歩行者天国みたいですね今日。ここ前バイク通ったと思うんですけど、今日ちなみに金曜日なんですけど、毎週金曜日はこんな感じなのかな。私ハノイに住んでないのでわからないんですが、ホーチミンのグインフェとかはね、土曜日とか日曜日になるとこういう通り全部止めてバイク通れなくするんですが、似たようなものかもしれないです。いいな、私も混ざりたい。こっちもこっちでもう子供がもう車に乗って大変なことになってますよ。こういうこの建物というか、なんていうんですか、寺じゃないですけどね、見せ方がうまいというか、なんかいいですよね、このオレンジ色に光るね、夜のこういうこの寺院じゃないや、このちょっとした祠っていうんですか、すごくいいですよね。オレンジ色にこの夜の景色にこう浮かび上がってね、綺麗ですよ本当に。中通ります、やばい、写真撮ってた、失礼しました。ここ友達と歩きながらね、話して運動しながら行くのもいいですね、一人だけど。なんかこのファンキムの周りに食べ物屋さんでちょっと食べようかなと思ったんですけど、ちょっとね出てないというか、ないかったかな、前あったような気がしたんですけど、ちょっとないみたいなんでね、他のところで食べましょうか。向こう側行くとちょっとねすごい明かりが多くなってるんでね、向こう賑やかそうですね。こうやって歩いてるとこういう警備員なのかな、警察官かちょっとわからないですけどね、結構道の方にね立ってねこう警備してますね。バイクが入ってこないようにしてるのかもしれないです。ここの近くに有名なね高野さんがあるんですよね、ホーティンだったかな、もし混んでなかったらそこでねちょっとご飯食べましょうか。ただ正直ね今もう汗だくで、ものすごいちょっともう湿気が高い暑さなんで、あまりねその汁物は食べたくないんですけれども、食べましょう、冷やし中華食べたい。ここの近くなんだけどな、フォー屋さんがビールが飲みたいですね、本当に今最高にビールが飲みたい。あ、こちらですね、フォーティンさん。ちょっと通り過ぎよう、あまりにも暑い、ダンスしてますね。ダンス甲子園かな。せっかくねここまで来たんでね、フォー食べましょう。このフォーティン、このなんか独特なこの建物のこの看板もいいですね。1955年からって書いてます。この建物もすごいいいな。入って食べていこうかな。昔ながらのお店って感じですね。うわ、ナンモア、ナンモア、こちらがなんかメニューになってるみたいですね。6万ドン、8万ドンバック、これはお肉がっつり入ってるやつだと思いますので、配置にしましょう、牛肉入りね。またこのなんか感じがいいですね、もうヘム中のヘムですよ。ここは皆さんここに座りましょう。ありがとうございます。いや、うまい、到着しましたよ。ここの細路地も見てください皆さん、私の実家の細路地より細いですよ。いいですね。それ
ではいただいていきましょう。こちらね、牛肉、生肉がねこう入ってますけどね、このスープでこう煮えちゃうんでね、混ぜちゃってください。牛肉結構多いですね、こうやって見るとね。あと皆さんこの肝心なねフォーです。美味しそう。いただきます。それではいただきます。まずフォーですね。うん、スープがすごいあっさりして美味しいですね。熱いんであんまりこのこってりしたものよりもこうすっきりしたものが飲みたかったんで、非常にね合います、私の感情には。うん、私がね頼んだこちらのフォーはフォータイチンと言いまして、火の通ったお肉と火が通ってないお肉両方入ったものになりますね。こちらでね、ちなみに6万ドンになっております。牛肉も絡めていただきます。うん、お肉もね非常に柔らかい。パクチーも入ってますからね、昔は好きじゃなかったんですけど、今はこうほんのりね口の中に入ってくると美味しさを感じますね。量もそこまで多くないんで、意外とこう一人前ペロリといけますね。こちらのフォーはね、他の店と比べちょっとあれかな、狭いというかちっちゃめなフォーになってますね。うん、本当に典型的なこのハノイのフォーっていう感じしますね。甘みもなくてすっきりとしたこのフォー。向こう側もね、あのお客さん入ってくんで席があると思うんですよね。このさっきのねビデオ見ていただきましたけど、このね電球というかこの電気の下にこのバイクがあって、この細道そこでこのフォーを食べるっていうのは、このなんだろうな、いいですね。うん、意外とこの席向こう側からこう風がね吹いてくるんで、だんだん涼しくなってきましたね。お茶頼みました。もうハノイのお茶ですよね、こういうコップに入ったら出てきます。こちら無料じゃなくてね、隣のねおじさんが持ってきました。5000ドンです。いっぱい、うまい、ハノイのお茶はうまい。うん、朝とかになるとね、あの路上でプラスチックの椅子に乗ってねこうお茶飲んだりしますよね。今いくらぐらいなのかな、私いた時2,000〜2,300円ぐらいだったと思うんですけどね、一杯。ごちそうさまでした。あー、うまかった。暑いんでね、水分取らないとちょっとこう熱中症じゃないですけどね、脱水症状かかるかもしれないんでね、グビグビ飲みましょう。はい、ごちそうさまでした。こちらさっきも言った通りね、6万ドンとなっております。はい、そしたらちょっとまたねあと少し歩いていきましょう。それでは行きましょう。うわ、向こうすごい賑やかだな。あれ、さっきのダンス甲子園が終わっている。私も今から参加しようと思ったんですけど残念です。それにしてもビールが飲みたい、それぐらいね暑いです。金曜日だからこうやって露店がいっぱい出てるのかな。平日のというかね、あの月曜日とかそういった平日がどんな感じかわからないので何とも言えないんですけど、本当に賑やかですね。うわ、雷がちょっと向こうで鳴ってるぞ。この銅像というかこの石像ですか、立派ですね。こういうなんか赤い光っていうんですか、向こう側も見えますか、ああいうね、この木もそうですけど、光の使い方がねうまいです、ハノイは。あれ、あの橋で向こう渡れるのかな。
あれだ、お金を払って、ま、渡る感じですね。向こうで多分チケット買うんですね。橋というよりかは寺院ですね、中に入るね。これは3万ドンって書いてあります。買いました、3万ドンですね。せっかく来たんでね、入っていきましょう。写真撮るにはいいかもしれないですね、こういうところね。うわ、ここが本堂ですかね、メインのところになってます。あ、ノーカメラって書いてます。やばい、すいません。向こう側の方でね、先ほどの催し物やってますね。この辺りは非常に涼しくて気持ちいいですね、座ると。スポンかな。ちょっと怖いな。はい、今見てまいりました。なんかこうやって見るとこの辺りはね、光のまあ見せ方ですけれどもね、日本のこう秋というかもみじっぽい見え方がしますね。この辺りはすごく気持ちいいですね、風が。ここに座ってこのベトナムの音楽を聴きながらお茶を飲むっていうのもまたいいですね。一通り見てね、こちら入口出口一緒のところまで来ましたのでね、また向こう側の方歩いてね行きましょう。もうそろそろもうね、このファンキンも終わりますので。向こうすごいですよ、人が。お店の光というんですか、この辺り来たらもう人がすごい多いですね。お店もね、いっぱい向こう側出ててね、綺麗です。アイスクリーム屋さんがねあるんですけど、ね、こっちじゃなくてね、向こう側なんですよね、有名なアイスが。ん、もしやダンス甲子園かな、さっきのダンス甲子園第2弾でしたね。ないかな、本当どこかに1本でもいいから飲みたいんだよな。さっきスタートはね向こう側だったんですけどね、こう行くとね、さっきのバイク降りたところに到着するんですが、ここももうあれですよね、中保安警務のこのなんだろう、中心というかね、なってますね。とにかく人が多いですね。ここも多分ね、明日とかで何か催し物するんじゃないですかね。これがお酒だったらいいんだけどな。お茶とかですね、バンセオ、フルーツ。この辺りはなんかすごく涼しいですね、風がバンバン入ってきて。向こう側行ったらすごいですね、もうね、お店が並んでね、向こう側も。まあ、こういう露店はね、意外と面白そうですけどね、観光客の方なんでね、この通り
半田尾通りですか、この通りだけ撮ったら面白いでしょうね。ホーチミンはこういった通りないかな、ベンタンの周りへ、まあ、あるぐらいですかね。すごい賑やかです。ちょっとねベトナムっぽいあの T シャツが欲しいんですよね、あのバンミーとかね。ベンタンマーケットでも売ってそうな感じなんですけど、こういうバッグとかバンミーのバッグとかいいですね。ハノイとか、まあ、ちょっとね向こう側はね行かずにちょっと戻ります。ビール飲みたいんで。まあこちらねホアンケムの方はねもうあのハノイに来たらねもう必ず観光客の方は来るところだと思いますからね、夜の方がねこうやってお店が出て面白いかもしれないですね。じゃあ最後ねあのバイクを乗ったところまで戻っていきましょうか。この周りは本当買い物には最高ですね。優勝、もう今まで食べてきた飲んできた中で一番うまい。あー美味しいわ。そしたらねこちらでグラブ呼んでホテルまで帰ろうと思います。ちょっとねホアンケムから離れちゃったんですけどね、非常にこの辺り周辺もね賑やかでね夜来たら楽しいと思いますのでね、観光客の方まあ言わずもがなですけどね、興味ある方はこちらホアンケムの方まで来てみてください。ではさようなら。やっぱりこれハノイビール飲みましょう。どっさりお肉入っちゃってます。ぶっちぎりの優勝ケムチャンキン1958年ですか。前来た時こんな混んでただかな。なんか夜のこういう駅もいいですよね。でかいこのお肉ちゃん。まあちょっとあのねおっさんが一人でね非常にうまいです。ボロボロですね。道が狭いんでね、11列が通れるぐらいの道。